ガラス容器に取り出したみりん。古来の褐色のみりんと区別して、白みりんとも呼ばれる。みりんは、日本料理の調味料や飲用に供される、アルコール度数が14%前後で、液ス分を比較的多く含んだ酒である。常温常圧において、甘みを有した夕食の液体という正常をしている。みりんの基本的な製法は、蒸したもち米に米麹を混ぜ、焼酎。 または醸造アルコールを加えて、60日間ほど室温近辺で熟成したものを圧搾し、ろ過する手順を踏む。熟成期間中に麹菌に由来するアミラージェの作用により、もち米のデンプンがマルトースなどに分解され、甘みを生じる。さらに、麹菌はマルトースのようなオリゴ糖の下水分解酵素で、フルコースも有利させるものの、 熟成期間に入る前にエタノールを添加してあるため、酵母によるアルコール発酵が抑制されるため、その他の微生物の活動もエタノールによって抑制させるため、糖分の消費が抑えられるため、みりんには甘みが残る。また麹菌に由来するプロテアーゼの作用により、タンパク質が分解されてアミノ酸が有利し、味に影響を与える。さらに、琥珀酸のような有機酸も有利し、 これも味に影響を与える。みりんの製造過程で出たカスはみりんカスと呼ばる。みりんカスは砂糖などを加えて食したり、菓子や甘酒、あいごろも、漬け床などの素材としても使われたりする。なお、森口漬けは明治時代以降、酒カスの代わりにみりんカスを使って製造したものが一般的となった。十分なエタノールを含むみりんは、 日光を避けた場所であれば開封後も室温で保存できる。冷蔵庫で保存した場合は温度が低いため糖分が析出して白い塊が沈殿する。なお糖分が析出した状態で使用しても健康上の問題は発生しない。みりんは約40から50%の糖分と約14%のエタノールを含有している。 製造方法が異なるアルコール度数1%未満であるみりん風調味料を特別するため通常のみりんは本みりんと呼称されるただし原料の蒸しについてはもち米だけである必要はなくうるち米を混ぜていても本みりんを名乗れるみりんの色調には歴史的な変遷が見られ古くは褐色をしていたしかし製法の変化により色が淡い褐色になったため 色の薄いみりんを白みりんと呼ぶ場合がある。また、飲用にするためさらに焼酎を加え、エタノールの濃度を高めたみりんは、本直し、または直し、柳影と呼ばれる。これらみりんは、日本の酒税法における分類では根性種に分類され、酒税法により、酒税が課される。酒税に加えて、日本では軽減税率の適用を受けず、 2019年10月1日以降、消費税の税率は10%が付加されている。また、日本での製造や販売には、種類免許が必要である。加えて、みりんの販売の際は未成年者飲酒禁止法の規定により、営業者は、満20歳未満のものの飲酒を防止するための年齢確認その他必要な措置を行う必要がある。また、営業者は、 満二十歳未満のものに対して、引用目的と知りながら、みりんを販売してはならないと定められている。類似の調味料があるものの、材料や製法が違うことから成分が異なり、料理における効果も異なる。みりん風調味料と区別して、みりんのことを、本みりんと呼んでいる。なお、本みりんという酒税法上の区分は存在しない。 みりんに含有されるエタノールが、魚糖の生臭さを抑え、食材に味が浸透する助けをし、素材の煮崩れを防ぐ。またみりんに含有される糖分が、料理に甘みを加え、照り焼きのツヤを出し、加熱により良い香りを生じさせる。そのままみりんを引用するだけでなく、カクテルの材料の一つとして用いる例も見られる。さらに、白酒や塗素酒の材料としても使われる。 また、梅酒などの根性酒を作る際に、梅の成分を浸出させる溶媒として使う場合も、ある。みりんは元来、飲用目的で製造された酒であり、江戸期に清酒が一般的になる以前は、甘みのある高級酒として飲まれていた。現在でも、薬草を浸したものを、薬用酒として飲用する。みりんのそもそもの起源に関しては、諸説あり、確定的な説がない。例えば、 次のような説が知られている。焼酎を用いたみりんの製法は、1695年に発表された本調食感に記載されている。1785年に発表された1万宝料理秘密箱の中の赤貝和人の記述以降、蕎麦のつゆ、ば焼きのタレなどに用いる調味料として使われ始めていった。1940年代の日本では、 大衆の酒として、みりんは親しまれていた。その日本で1950年代以降に、清酒やビール、ウイスキーが普及するにつれて、飲用を目的としたみりんの消費は消えていった。一方で、調味料として、みりんの使用が増加した。時代とともに、そのエキス分が増すように姿を徐々に変えてゆき、現在のみりんの形になり、日本の一般家庭でも使われ出したのは、 第二次世界大戦後だと言われている。1996年には販売免許の要件が緩和され、みりん小売業免許を申請して免許が与えられれば、ビールやウイスキーなどの種類を扱っていないスーパーや食料品店でも、みりんを扱えるようになった。2006年には、一般種類小売業免許に統合され、みりん小売業免許が廃止された。みりん業界では、十一を、E。 30をみりんの語呂合わせいいみりんで11月30日を本みりんの日としたありがとうございます。